つだって子供のこと心配してきてるんだし。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。誤解を招く点があったかと思われます。何も誤解してないんですよ。麦野港君は星川よりって子をいじめてるんですよ。開けてください。いつも麦野君を叩いたりしてます。麦野、こんな先生がいる学校に子供預けられないでしょ。お母さん、僕はかわいそうじゃないよ。港、友達は友達だけど、みんなの前で話しかけない。実際どうだったかはどうでもいいんだよ。学校を守るんだよ。越川くん、無実だって知ってるの？無力に話してください。Thank you.